マルティニーク、マルティニーク、マルティニークは、フランスの海外圏の一つであり、カリブ海に浮かぶ西インド諸島の中の、ウィンドワード諸島に属する島である。海を隔てて、北に、ドミニカ国が南に、セントルシアが存在する。県とは、フォールイコールドイコールフランス、フォートデフランス。面積1128平方キロ、人口40万7千人、2011年。 時間帯はアトックマイナス4、国番号は596で、ドメイン名は m 9である。世界で最も美しい場所とコロンブスに呼ばしめ、彼を魅了したマルティニーク島の語源は、島に住んでいたカリブ人の言葉でマディニーナ、マジニーナ、花の島、またはマティニーの、マチニの、女の島である。マルティニークは千五百二年にジェノバ人の航海者、 クリストファー・コロンブスの第四次公開により発見されたが金や銀を算出せず、さらにカリブ人が頑強な抵抗を続けた。この島はしばらくロッパ人の侵入を退けた。しかし1635年にセントキッツ島を拠点にしたフランス人のブランイコールでスナンビュックが上陸した。すでにイギリス人による入植が行われていたが、これによって フランスが主導権を握り、1658年にフランス軍は抵抗する島民を虐殺、島民は絶滅したと言われる。島の植民地化が進むと、マルティニークはアフリカから奴隷貿易で連行された黒人奴隷による砂糖キビプランテーション農業で経済的に発展し、大西洋三角貿易によって、サンイコールドマングやグアドップと共にフランス本国に 多大な利益をもたらした。この時期に、後に、エメ・セゼールや、フランツ・ファノンが批判した、肌の色によって、すべての序列が決定される、階層社会が成立した。18世紀に入ると、7年戦争の最中の1762年に、一時、イギリスによって占領されたが、1763年に、発行したパリ条約により、フランスは、 カナダと引き換えに島を確保した。アメリカ独立戦争が始まると、1780年に英英仏の間でマルティニーク島の海戦が行われた。1789年にフランス革命が勃発すると、1791年にはサンイコールドマングの黒人大暴動に続いて、マルティニークでも黒人奴隷は自由を求めて、 反乱を起こしたが、間もなく、王党派のグランブラン、大白人によって、奴隷反乱は鎮圧され、王党派は、共和制フランス、第一共和制を裏切って、イギリスに帰属し、1794年から1802年の、アミアンの和訳までイギス軍の占領が続いた。1793年に、フランスの国民公会では、ジャコバン派とロベスピエールによって、 奴隷制の廃止が決議されていたが、1802年に、マルティニークがフランスに返還された後に、マルティニークのグランブラン出身のジョゼフィーヌとボアルネと結婚していたナポレオン・ボナパルトは、サンイコールドマングの再征服を行って、トゥーサン・ルーベルチュールを捕らえ、カリブ海の植民地での奴隷制の復活を考えた。ジャンイコール・ジャック・デサリーヌによって指導された、ハイチは、フランス軍を破り、 1804年にハイチは独立を達成したが、ハイチ革命、ナポレオンは、その他の西インド諸島の植民地での奴隷制を再導入し、マルティニークでも奴隷制が復活した。1848年2月に、フランス2月革命によって、第二共和制が樹立されると、4月には、ビクトル・シュルシェールによって、再び奴隷制の廃止が実施されたが、 奴隷制廃止の時期が引き延ばされたため、黒人奴隷による暴動が勃発した。その後ナポレオン三世の代に訂正したで、黒人選挙権は失われたものの、不仏戦争の敗戦によって、第三共和制が成立すると、以降は文明化の使命の概念により、黒人への選挙権の復活、植民地権議会の開設、徴兵制の導入など、政治面、 文化面の双方において、マルティニーク人のフランス国民への同化政策が進めれた。1902年には、プレイ火山が爆発、火砕流で、当時の県庁所在地だったサンピエールで、住民3万人が死亡、町は壊滅し、島の主婦がフォールドフランスに移転した。第二次世界大戦が勃発し、フランスがナチスドイツに降伏すると、マルティニーク政府は、 新独中立のビシー政権に帰属し、島にはビシー政権の水兵が上陸した。フランス銀行の近海をカナダに移送していた、軽巡洋艦、エミール・ベルタンは、降伏を受けて、行き先をマルティニーク島に変更し、近海ともども島に泊まった。連合国とは、マルティニーク島を爆撃しない代わりに、マルティニーク島からフランス軍艦を出港させないという協定が結ばれた。 対戦中の島ではナチズム風の人種主義が露骨な形で現れたが、1943年中頃にレジスタンスが放棄し、連合国側の自由フランスに倶り替えした。エミール・ベルタンは連合国の南フランス上陸作戦に投入され、フランツ・ファノンのようなマルキニーク出身の兵士も、アルザスの戦いなどにおいて連合国側で戦った。第二次世界大戦が終結し、 世界が脱植民地下時代を迎えると、1945年にフランス共産党から立候補した黒人文学者で教育者のエメ・セゼールがホール市市長に当選した。かつてネグリチュード運動を主導し、フランスの白い普遍に対する反逆者だったセゼールは、以後フランスへの同化政策を取らざるを得なかった。1946年にマルティニークはフランス海外圏となった。 セゼールはその後も自治を求めたが、当時の首相であったドコールにとって海の上の小さな誇りに過ぎなかったマルティニークに自治はめられず、1950年代から1960年代にフランス植民地の独立が進んだ時にも、マルティニークは同化されるべき海外圏との扱いから脱することができず、現在も海外圏のままである。2002年には、 ユーロの流通が始まった。フランスの海外圏で知事はイブ・ダソンビルである。マルティニーク海外圏はフランス国民議会に4名、元老院に2名の代表を送る権利を持っている。4つの軍と45のおごおり、34のコミューンがある。山がちな火山島で、島の北部に活火山のプレイ山、またはペヤ山、標高1397メートルがある。 砂糖、ラム酒、バナナ、パイナップルなどの農業と観光業が経済の中心である。しかし、住民を養うには到底足りるものではなく、食料や日用品の多くをフランス本国からの輸入に頼っているため、値水準が高い。また、失業率も高く、そのために多くのマルテニーク人がフランス本土に出稼ぎしている。 ドミニカ国以外のすべての西インド諸島諸国に共通するように、元いた先住民のカリブ人はヨーロッパ人によって虐殺され現在は全滅しており、純粋な先住民は現在一人もいない。アフリカから奴隷として連れて来られた黒人とクレオール人、ムラートが多く、フランスの白人やカ人、カキョウ、インド人、インキョウ、レバノン、シリア、 パレスチナから移民したアラブ人なども少数存在する。住民の多くはフランス語とクレオール語を話すが、クレオール語には低い位置が与えられている。宗教はカトリック信者が多い。26万人のマルティニーク出身者がフランス本土で暮らし、多くはパリ地域に居住している。ラフカディオ・ハーン、小泉役もや、ポール・ゴーギャンは一時マルティニークに滞在していた。 19世紀後半のマルティニークでは、ヨーロッパとアフリカのダンス音楽が融合し、いくつかのダンス音楽が生まれた。そのうちの一つであるビギンは、アレクサンドル・ステリオなどの活躍により、1920年代から1930年代にかけて、フランス本土で流星を見せた。ビギンは、後の1980年代にも、狩リなどにより、再び脚光を浴びた。その他のジャンルとして、 1960年代後半に発生したカダンス、カダンスの流れを引き継いだジャンルであるズーク、農村部の伝統音楽である、プレアー、プレアーの構成に格闘技を伴うダミエなどのジャンルが存在する。文学においては、セネガルのレオポルド・セダール・サンゴールと共に、ネグリチュード運動を担い、気境ノート、1939年、植民地主義論、1950年、 1955年で知られるエメ・セゼールやセゼールの教え子であり、アルジェリア革命にアフリカ革命を見出し、ポストコロニアリズムの先駆者となった黒い皮膚、白い仮面。1952年、アフリカ革命に向けて、1964年で知られるフランツ・ファノン、同じくセゼールの教え子であり、ヨーロッパでもアフリカでもないアンティル諸島特有の神聖として、アンティアにて、 アンティル性を見出したエドゥアール・グリスさん、アンティアに手を批判してより広い視野を持って世界を見ることを訴えるクレオリテを主張し、クレオールとは何か、1991年などで知られるパトリック・シャモア像やラファエル・コンフィアンの名が特に挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。